フレゼリック・クリスチャン一世、または、フリードリヒ・クリスティアン一世は、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダー・ブロック・アウグステンブルク公。アウグステンボー公クリスチャン・アウグスト一世とその妻、フレゼリック・ケルイーセ・ダンサムの長男。1754年に、父が死ぬと、アウグステンボー城と、その付属領及びグローステンを相続した。アウグステンボー校舎のシュレースビヒ公国と、 ホルシュタイン公国に対する継承権を放棄する代わりに本家筋のデンマーク王から高額の保証金及びアルス島とスンデベを手に入れた。これによりフレゼリク・クリスチャンはシュレースビヒ地方最大の地主となった。彼はこの裕福な財政事情のおかげで一族伝来の巨城であるアウグステンボー城を改築することができた。フレゼリク・クリスチャンは1762年 同族の、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルクイコールプレーンコー、フリードリヒカールの娘シャルロッテアマーリエビルヘルミーネと結婚し、間に7人の子女を設けたが、うち3人は溶接した。ありがとうございます。